ポケモンソルジャーの A0 です。切ないです。皆さん、AI は活用していますでしょうか？どうでしょう？2015年12月、AI の導入によって日本の労働人口の 49% の仕事が10年から20年以内になくなるというレポートが発表されたんですけれども、まあ、もうすぐ10年経つってことで、みんな仕事なくなってんのかな？ 49% までなくなってないんじゃないか？あと10年で？なくなるんかね？ねえ。ポケモン界で言うと、この前の竜王戦で、ポケモン AI が対戦状況を瞬時に判断して配信画面上で勝率を計算してたりもして、もしかしたら我々ポケモン配信も AI に奪われてしまうかもしれません。仕事を奪われると言っても、だからといって AI が人間の敵っていうわけではないと思ってて、まあ、うまく活用できればとっても便利なのは間違いない。まあそうだね、まあ、我々ポケモン配信もうまく活用できれば効率的なポケモンライフをエンジョイできるのではないかと。僕たちポケモン配信の生活においてどうやって AI を活用していくかというと、例えば試合中の選択とかは AI に任せるの難しそうじゃん。まあ公式がやってたけど、まあなかなかね。例えばランクマとかだったらね、その月流行ってるポケモンの型とかも違うわけで、なんか AI に分かるわけがないからね。まだ早いよな。だから試合中の選択を AI に任せるのは難しそうなんだけど、構築を組むだけだったら最低限できるんじゃないかと。とは言ってもまあ環境に適応しためっちゃ強い並びを作るのはまあそれは無理だと思うんだけど、強いポケモンに強い技を覚えさせてエースブッパーみたいな育成する方法を教えてくれるぐらいだったらもうできるんじゃないかと。まあ確かに。というわけで今回は AI に構築を組んでもらってそれで対戦していくという企画なんですけど、まあ AI にもいろんな種類があって無料で使えるものもあれば有料じゃないと使えないものもあります。今回は無料の AI 代表としてマイクロソフトのコパイロット、有料 AI 代表としてオープン AI のチャット GPT-4o を使っていきます。今回は構築を組むのを AI に任せたらどうなるのか、そしてコパイロットとチャット GPT-4o ポケモン対戦に向いてるのはどっちなのかの2つを同時に検証していきます。はい。ルールはランクマレギュレーション G 準拠で、室内はチャット GPT-4o、 A0 はコパイロットを使います。AI とチャットでやり取りして、ポケモン特性、テラスタイプ、技4つ、持ち物、努力値配分、性格を6匹分決めてもらいます。個体値は多分指定されないんだけど最大ということで、はい、制限時間20分のうちに AI と構築相談ができます。最初のスタートに送る文章がこちら。ポケモン SV のランクバトルで強いパーティーを考えたいです。伝説ポケモンが1体使えます。ポケモン特性、テラスタイプ、技4つ、持ち物、努力値配分、性格をまずは6体分決めてください。をそれぞれの AI に送ります。これ1回決まったものは変えちゃいけないんだよね。いや大丈夫。あ、いいの？だからポケモンを指定するのはなしにしよう。なんかもっといい案ありますかとか、もっとなんちゃらに強いポケモンがいいですみたいな。例えばガブリアスが入っててもっと別のがいいよってなったら、ガブリアス以外のポケモンを考えてくださいみたいな。なるほどね。 AI 力の勝負でもあるの。まあ、俺の方が有料だから絶対強いでしょ。いやマイクロソフトすごいよ。まあ、まずは二人ともそれぞれの AI と構築相談をして AI 製のパーティーを作っていきましょう。はい。というわけで早速やっていきましょう。まず最初の質問を送ります。お、規定であり、あーなるほどね。おー、コライドン来た。はいはい。強すぎ。待って、熱い。なんか、そういう感じか。ああ、コライドンとミライドンの軸の2匹を教えてもらったのか。なるほど。まあ、一旦もうおすすめしてもらったし、なんか強そうだし、コライドンで行くか。まずコライドンと羽ばたく神、確定させたいな。あ、ちょ、努力値配分以外。あおー、すごい、熱い。うわあ、ちょっと待って。いや、でも、これ変えていいんだよな、別にね。ちょっと。羽ばたく神の配分、努力値配分。もっと、いいものがあったりしませんか？特攻最大限なんだ。熱っ。最大限生かしてくれたんだけど熱っ。これ決まったな。おすすめのポケモンはいませんか？一般ポケモンがいいです。リンルー来たー。
パオジアンも来た。え、あいつ羽ばたく神はもういるからな。じゃあ電流とパオジアン言われたからそれにするか。電流特性間違ってるんだけど、てかパオジアンもおかしいな。電流のおすすめ育成論とかにするか。お、教えてください。あー、なんか A 振りだな。いや、ちょっと下のやつにしたいな。なんか A 振りお盆よりかは。パオジアン電流タイプ草毒って、パオジアンもタイプ格闘、もう特性も格闘になってる。聞き方ちょいろいろ変えてみようかな。育て方、おい、悪氷タイプなことを謝れよ謝れよ。間違ってること教えてあげたのに。なんか努力値じゃなくて実数値になってんな。あ、モロバレルやドヒドイデがおすすめですって言われた。あ、これで6匹完成したな。まあまあそれでもいいかいや、どうなんだろう、まあいいかおすすめしてもらったしな、せっかくだし使うか。1個間違ってるから、努力値これ間違って、まあまあ間違ってはないんだけど、こうやって振ればするんだけど、なんかやだな。アオジアンのもっといい努力値とおすすめのテラス、あ、待って、ディンルのテラスタイプって書いてあるっけ。あー、書いてない。あー、一回もっと強い、これでちょっと AS25 にやってほしいけど。あー、なんか型がすごい変わった。だから なんでこいつは努力値を実数値で書くんだ。ダメだー、ダメだ、クソ、もうこのパオジアンを使うしかないのか。なんでめっちゃ無駄にしとるやん、 H と S 最悪だよ。はい、もうバレルとドヒドイでめっちゃおすすめしてくるやんけ。いや、それはいいんだけどな。あー、もうじゃあ諦めて。パオジアンとディンルーのおすすめテラスタイプは何ですか。あー、ステラテラスって書いてあったな、パオジアン。まあいいか。あー、氷テラスになった。あー、電気テラバ、でも型として教える。ディンルーのテラスタイプは何ですかにするか。あ、ディンルーのテラスタイプはなってた。おすすめ入れ忘れた。あ、おい、教えてくれ。ノーマル、ノーマル、はい、そうですかノーマルですか、わかりました。あと、モロバレルとドヒドイデか。モロバレルのおすすめ育成論。あ、悪くない。おー、ちょ、待って、脱出バック型熱い。ウーラスに強い。ゴツメってこと？あー、いいね。虹トンボ型のテラスタイプは何がいいですか？いや、だから、あの、テラスタイプ聞いてんだけど。モロバレルのおすすめテラスタイプは何ですか？水やん。いいんじゃない？じゃあ、あとひどい出た。物流型再生力、黒いヘドロ。ああ、いいね。うわー、守る、守るか、守るね。人手なし、イカサマダイス、なんじゃそりゃその中で一番強いドヒドイデの方は何ですか。あ、もう全然何関係ないこと言ってる。テラスタイプ3択になってるから、おすすめですか。ああ、毒ね。はいはい、ありがとう。黒いヘドロ持たせるからちょうどよかったわ、毒が。ドヒドイで守るより強い技を覚えると思うんですけど、そうは思いませんかこんな言い方でいいのダブルバトル、いや、そういうことじゃないんだ。守るの上位互換の技を覚えるのがドヒドイでだと思いませんか。教えてくれた。状況によって使い分けることが重要ですね。そんなことはなかなかないけど、今までのことを踏まえて物理受け型の技構成を考え直してみてくださいと。ダメだダメだ、諦めよう。あ、てか、最後、会話の制限もついた。ちょうど6匹できたタイミングで終わりました。悪くないと信じて。はい。ちょっと、パオジアンの方だけ悔しかったな。はい。頑張ってこれ育成して、勝利をつかみたいと思います。
はい、ということで、まず最初の文章をね、この有料版チャット GPT-4o に送信していきたいと思います。はい、返事が早い。ピキ、ミュウツーやだ。光の粉とエキスやめろ。ドリューズ、このパーティーはミュウツーの強力な特攻と素早さを生かしつつ、他のポケモンがそれぞれの役割を果たすように設計されています。バランスの取れたチームなので多様な戦略に対応できるはずです。ミュウツーは使いたくないです。テクロンになっちゃった。なんかちげえんだよな。よし、もっと他のポケモンを使って考えて。起きた。カイオガ、スカーフだけど守るを持っていると。ナットリいないね。トルネウス、レイジュフォルム、アメパになっちゃったな。復興のジュエルはないね。いや、これパーティー組むのめっちゃ大変なんじゃねえか。ロトムに至ってはなんか防御200振りされてるし、これ正しくは防御を204か196にして、特防を52か60にしないと、レベル50の対戦だと無駄になるから、その辺もダメなのか。もっと考えて。内定してるかとかは、判断つかないのかな。あと、守るが基本入ってて、あれか、ダブルの情報の方が優先されてるのかな。なるほど。じゃあ、シングルバトル向けのパーティーを考えて。ゼルネアス、シングルバトル向きではある。地震とか入ってるし。なるほど。だいぶ構築はシングルっぽくなったけど、25に256っていう振り方が多いな。なんでなんだろう。200って振りやすいからかな。インドメタシンとか20個使えば振れるから。ゼルネアス、イベルタル、ジガルデ以外の伝説で考えて。今回はキュレム、ホワイトフォルムを採用します。凍える世界覚えないよね。ドラゴンエナジー覚えたら強すぎね。もっと強いパーティーを考えて。ルナーラ、パワフルハーブ、メテオビームないね。ギャラドス、ポリゴン2、リザード、弱いわ。ドラバルトとナットレ好きだな。もっと強いパーティー教えて。アルセウス、もっと強くなった。もっと強くなったけど、こういう強く仕方じゃないんだよな。 EA の構築の組み方的にはやっぱ耐久力とかアタッカーとかのバランスを大事にしてるんだろうな。バランスは考えなくていいから、とにかく強いパーティーを考えて。レックザ来た。とにかく強いかな、これ。マリオテンないし。ドラゴンテラスハチマキ激凛だし。なんならザシアン、伝説2体目入ってきた。玉ザシアンだし。レックザとザシアンの強力なアタッカーに加え、ドラパルトとウラさんが高速アタッカーを揃えることで、相手の攻撃の隙を与えない構成となっています。確かに。でもタスキ被ってんだよな、これ。同じ持ち物は採用してはいけません。これで覚えてくれたかな。ゴーストジュエルとか。そうじゃないんだよな。被ってはないけど。風船ザシアン来たな。難しいな。伝説ポケモンをもっと強くして、他のポケモンは伝説ポケモンと相性がいいポケモンを採用して。アルセウスになっちゃうし、トイキスいないし、スカーフワルダ組ハニヤスメだし、カバルドンはいいと思うんだよな。フィンガーはいらないけど、エレキブル。難しいな。アルセウスは伝説ポケモンではありません。他の強い伝説ポケモンを使ってください。ゲンガーやエレキブル、ドリューズも強くないので、もっと強いポケモンを使ってください。ウィベルタル、もう忘れてる。スカーフ、剣舞、守る、ランドロスだし。変化技とこだわりアイテムは相性が悪いです。ゴーストジュエルは存在しません。すると、ランドロスの変化技、剣の前は変化技と判断されていないのか。これ軸にしてもいいけど、ザシアンとイベルタル共存してるのが良くないんだよな。イベルタルが SV にいないっていうのを教えてあげないといけないのか。イベルタルは使えません。他の伝説ポケモンを使ってください。ザシアンは伝説ポケモンなので2体以上採用できません。出たレックザ。画量転生ないレックザ。ダグロスよく見たら AS ハチマキなんだけど。男だな。まだザシアン入ったままだし。ミミキュフェアリージュエル。こればっかりは本当にないやつやん。ザシアンは別のポケモンにしてください。フェアリージュエルは存在しないアイテムです。レックザもやっぱ変えたいな。レックザ次変えよう。で、剣舞スカーフランドロスにもなってるし。ウルガモスの熱風も気になるな。やばい、ドラパルト帰ってきた。やだな。なんか弱そうだな。弱点保険免許になった。絶対発動しないだろ、これ。レックザ以外の伝説ポケモンにしてください。ランドロスの剣の前はこだわりスカーフと相性が悪いです。ウルガモスの熱風は他のこの技がいいです。ミミッキュの弱点保険は相性が悪いです。いけ。来た、ほう来た。
飛行テラス聖なる炎を守る食べ残し、おお強いんじゃない。あれランドロスも強くなった。ストーンエッジ岩石封じ、メタグロスはまあいいとして、あ火炎放射虫のさなゆきギガドリン超の前、はい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 、あタスキミユキはダメだね。なるほどなるほどなるほど、いいんじゃないか今のところ。これで今のところ何が気に食わないかというと、やっぱメタグロスだよな。あとドラパルトか、強いて言うなら。ミユキの気合の助けは相性が悪いです。メタグロスとドラパルトを別のポケモンに変えてください。おっと海竜来た。ラム激凛地震本能のパンチ神速ドラゴンテラス、ガブリアス地震激凛剣の前ストレスロック気合の助け、ゴツメミミッキュ、まあまだマシか。ドラゴンと飛行タイプが多すぎます。タイプのバランスをよく、もっと強くしてください。できるかな。でもあと3分しかない。鉄火具屋来た。使いたいのは山々ではあるが、いないんですね。ゲンガーダメだ、弱い弱い弱い。強いだとアバウトすぎるから、もうちょっと使用率が高いとかいう日本語を使ってあげた方がいいんだろうな。鉄火具とゲンガーをもっと使用率の高い強いポケモンにしてください。カイリュ、うわノーマル、あいいノーマルテラスになってる、使用率高くなってる。ドヒドイできた。ネットは覚えないな。え、めっちゃ構築強くなってないこれ。フェアリージュエル帰ってきたな。だからこれでいこう。ドヒドイではネットを覚えません。代わりに使用率が高い相性がいい技を採用してください。フェアリージュエルは存在しないアイテムです。代わりに使用率が高い相性がいい持ち物を採用してください。使用率は結構パワーワードかもしれない。ドヒドイで濁流になっちゃったけど、まあ仕方ないか。これはこれはだいぶ強くなったんじゃないか。制限時間ギリギリだけど、今回はこのパーティーで頑張っていきます。よし、何それ、なんでそんなパーティーになるの、なんでどうしたらそんなパーティーになるの、マジかよ。え、そんなパーティーにできんの、なんだそれ、強すぎるだろ。え、逆にどうやったらそんなパーティーになるんだ。ちょっと待って、ね、パルディア0なんだけど。え、ちょっと待って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 、むずい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 、ちょっと待って、むずい、おい受けなんて聞いてないんだけど。いやー、さすがに有料版が勝ってくれないと困るでしょ。はい、お願いします。なんかお願いします。そんなパーティーになってるとこっちとしては到底覚えなかったんだけど、何をしてもパルディアポケモンが入らなかった。そんなことある？っていうか何それ？あ、最悪。あ、どっか行った。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 そうだった。そうだった。そうだった。いやいや、でも最悪じゃない。最悪じゃない。ユールタイム、ユールタイム。うわぁ。何？ちょっとやめてよ。AI 関係ないじゃん、そういうことし始めたら。はいはいはい、関係ないじゃん、関係ないじゃんもう。はい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 、するとタイプはステラ。いや電気じゃないんすよね。ステラちゅうことは噛み砕く、なんか強くはあるな。いけ配分は、あー HB エドバク。弱い、どくれ、いえオッケーオッケー、どうぞ。なんか強いな。うわ、ランド来た、マジか。ちょっとダメ消するわ。ちょっと今必死にダメ消してる。いやちょっと肩が足りないから怖いから引きます。モロバレル、なんか柔らかく、あれおお、なんか普通に突っ込んできやがった。なるほど。テラスもせずに5メーター大丈夫。おお、方針さすがにある、あるさすがにキノコだもんな。
パオジアン、モロワイル、コライドンがめちゃくそ弱い方とかで、なんかないか。いや、プレミしたな、これ。マイク。引っ込めた。すると、ドヒドイで、ドヒドイでか。まあ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 。グーグー眠っているからの何すんの何すんの何すんの。いや、これいい技あるわ。いい技がある。いい技すぎるだろ、それ。いい技すぎる。あまりにもいい技。100点。残飯。いいでしょう。それもいいの持ってるけど。でも。冷水はいい技すぎる。起きた。いや、自信あんだ。まあ、いいダメージ。冷水。自己再生ない。自己再生ないある。ヘドロ持ってんな。そっちコライドなしかよ。いや、そっちがウケなのか悪い。別にコライドン出す気満々だったんだけど、めっちゃ強いんだけど、コライドン型自体は。なんだこれ。自信打って毒毒持ってんね。地味プレミしたんだ。地味プレミは AI 関係ないから。いや、そう、地味プレミしたわ。さあ、何打つ。冷や水か。なんだ、自己再生か。冷や水、いいダメージ、ダメージ稼がれてんな。おっと、突っ込んでる。おっとっと。おっと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 。これいけね？地面！地面テラスいけね？地面かー。いけね？もうタイプ変えてくれなかった、ずっと。守る！なんだそれ。トーチカじゃなくて守る。うわー、地面かよ。マジかよ、地面？ちょっと待って。ちょっと、たんま。まあ、引っ込めての？もろばれる。再生力、ずるいな。おっと？おっと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 ？おっとっと？おい、関係ない、関係ない、これ。おっとっと？急所に当たっただけやんけ。いやいやいや、これは、有料分だな。おいおいおい、実学分あるな。おいこれ、おいこれ2体する、ちゃんとこれ2体します、するな、これ HB ぶっぱだったらするな。おい、ちょっと待って、待って待って待って、無理だな、ちょっと待って。なんかモロバレル突破やった、からのお前なんだよな、結局。大丈夫、耐える。いや、落ちるかランスなんだよな、これ。これ耐えます、耐えます、ダロン。よし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 、からの、まあ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 、いいよ。いやー、技構成そんな強い。剣舞不意打ちある。噛み砕くで何を。いやー、読んだ方がよかったかな。で何これ、つらら落としとか言うなよ。あるんかい。ちょっと、そ落として、落としてか、なんか。オッケー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 。いやー、あるんかい。いや、ほぼ落ちるけどな、冷水のダメージ的に。
これ AB 振りとかやめてよAB 振り使う、なんかパオジャンちょうど抜き B 振りとかやめてよ、落ちるよこれ。もうやめろやめろ、落ちるよ。オーケー、無理無理オーケー、パオジャン強すぎるだろパオジャンナイスパオジャン最強。おい AI のせいだこれ、構築が弱い、パオジャン無理やんけあ、じゃあ最強ブーねこれ、結果としてはコパイロット VS チャット GPT-4o はコパイロットの勝利でした。はい、ありがとうございます。まあ、あとは AI に構築組むのを任せたらどうなるかということなんですけど、僕のパーティーはこうなりました。でまずね、最初から最後までねパルディアが一匹も出てこんかった、ね、なんでそんなことある。なんでなんだろう、なんかドラパルトとかナットレイとかテッカグヤとか出してくんのああ、なるほど、剣立てで止まってんのかな、かもね。でまあその中でもなんか強そうな感じになってきたから、最初ランドロスが守る剣舞地震エッジとかだったから、そういうのをこだわりアイテムと変化技は相性が悪いですよって教えてあげたりしてそんなことを教えてあげたんだ。全然そんな教えてないんだけど。あとウルガモスが熱風だったから、シングルバトルだと他の炎技の方が強いですよって言ったら、解放者をおすすめしてきたんだ。うん、あとドヒドイでネット覚えないよって言ったら濁流に変えてきた使用率が高い強いポケモンにしてって言ったら、なんか途端に強いポケモン入り始めて、それまでエレキブルとかゲンガーとか入ってたから、いやそんな弱かったのマジか。特性とかテラスタイプに関しては何にも言ってないから、カイリュウはノーマテラになってるしね。あ、本当だ。他はタイプ1テラスですが。カイリュウの技構成おもろすぎるだろ。ハチマキなんかなと思ったらラムだった。ラムかと思ったら竜馬になくてびっくりしちゃった。なんかね、タイプのバランスとか、攻撃力と耐久力のパーティー内のバランスをめちゃめちゃ意識してるんだよね。あー、なるほどね。タイプかぶりも、まあまああるけど、岩井めっちゃ痛いけど。ステロ巻かれたら終わるなと思いながら育成してたまさか誰もブースじゃないとは思わん。もうちょっとパルディアのポケモンを覚えてもらわないと使い物にならんね。まさかだな、こっち無限に出てきたから、ね、はめちゃくちゃ強いじゃん何これ。最初さ、6匹教えてくださいっつったらさ、古来神の組み合わせと、うん、未来ランドの組み合わせを教えてもらったわけよ。だから、あ、じゃあ、いや、その伝説、1体だったらその4匹全部採用できるけど、できないから、あ、じゃあ古来神にしようっつって、で、他に何かいますかっつったら、ディンルーとパオジアンをおすすめされて、テラス聞いたらノーマルって言われたんだけど、育成途中にこいつがノーマルテラバになってることに気づいた。ほんとだ。で、パオジアンは、努力値をね、実数値にしちゃうタイプのパオジアンで、ああ。これ H155A172005 振りなんだけど、あのでもあの合計が510限界突破してることに気づいたので削られてます。だから硬かったのか。そうだから硬い、 H174 あるから。そのヘドのヘドバクとランドの地震で落ちる調整だったのに、威嚇入ってるにしても乱数で落ちるなと思って、剣舞不意考えたら突っ込むしかなかったから、突っ込んだら耐えられて乱数低いの引いたんかなと思ったけど、にしては耐えすぎだよ。 H14 残ってたからガチで生きてた H 振りが。おい、これガチいけ、エースだったら急所のせいで負けてたけど、エースじゃないからいけた。そうだよこっちのが強いな、なんか。なんか明らかに強いんだけど。で、コライト神もうこれエースと CS だからね。何も間違ってない。ドヒドイドの方が明らかにこっちのが強いもん。マジで冷や水生きてて笑った。めっちゃ強いじゃん。刺さった。今度ランクまで使おう。ほんのちょっといじるだけで別に戦えそうなのが面白い。でもこれ自分で適当に考えてさ、パッパッパーつって10分で組むのとあんま変わんなそうだよ。これぐらいだったらなんか、まあまあ、ボックスのあり合わせで組めそうじゃん。まあそうね。実際そうな気はする。俺のパーティーは間違いなく弱いわな。これは、まあ、弱いんちゃうか？方々に再生あってギリゲームになってるかどうかでしょう。まあ、まだ AI にポケモンは早いってことで、俺たちの仕事はまだ奪われない。はい、奪われません。ポケモンでも AI が活用できるかもしれないっていう可能性を感じた回でした。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録、高評価、メンバーシップ登録もよろしくお願いします。お願いします。